皆さんこんにちは。杉山の日本酒オンデマンドをご視聴いただき誠にありがとうございます。ありがとう、ありがとう。前々から欲しかったんです。買おうか迷っていて、ついに買いました。アシュラゾウです。よく言われます。先生、もう少しかっこいいネクタイとかスーツとか服とか靴とか買えば。大きなお世話です。アシュラゾウを買います。さあ、本日のクエスチョンはですね、いわゆる平城京の時代、奈良時代の政争のあたりを見ていきたいなと思うんですが、クエスチョンは、まあ、いわゆる土地制度の変遷もちょっと見ますので、なぜ三世一新の方は、まあ、うまくいかなかったのか、まあ、その後はなんとなく皆さん分かるかと思うんですが、まあ、なんでこれうまくいかなかったんですかね。まあ見ていきましょう。さあ、ここはですね、しっかりとですね、政権の担当者、そして天皇の変遷をしっかり見ていきましょう。ですので今日は政権の担当者を軸にしてどういうことが起きたかをさっとレクチャーします。さあ、まずですね、藤原の不比と、元明天皇の時代です。710年平城京遷都が行われております。この頃はですね、いわゆる和道開珍鋳造、そして養老律令のあくまで編纂です。そして古事記。さあ、今日はここからどんどん見ていきます。さあ、続きまして長屋王の時には元正天皇から聖武天皇の時代、大体この辺の天皇時代だなっていうことを把握しておいてください。さあ、この時に起きたことはですね、百万町部の開墾計画、そして三世一新の方、まあ、ここからこうなんですけどね、そして長屋王の変が起きております。あえてここではですね、なぜこの政権の変化したのかということはレクチャーしませんので、そこはしっかりとですね、皆さんで押さえてください。続きましては藤原は四子、四子、ね、四人の息子たち、聖武天皇の時代です。まあ名前がいいですね。ムチマロ、フササキ、ウマカイ、マロです。さあ、この時代はですね、まあ、先ほど引き続きましては関わっております。長屋王の変、光明氏が皇后へ、そしてこの4人相次いで、まあ、天然痘という病気で亡くなってしまったよ。さあ、続きましてこちら橘の諸江です。聖武天皇の時代となっております。玄宝と吉備の真備がキーパーソンです。この時にはですね、藤原の広次の乱、国分寺建立の御事のり、そして大仏造立の御事のり、ちょっとおいでさと、墾田永年私財法、天平15年743年です。大事な年号ですね、一つ。そして数々、いろんなところにちょっとなんか、なぜか遷都しております。そして次にですね、藤原の中丸です。高賢天皇から順仁天皇の時代です。この時に養老律令が施行されています。そして橘の七万の乱、そして恵美の推し活、あれこの人誰、同一人物がここにおります。さあ、そしてもう少しです。道教の時代、この人の時は聖徳天皇の時代ということで、これ聖徳天皇、元高賢天皇です、ね、女性の天皇です。さあ、この道教さんですね、まあ、政権を担えたのわけがあるんです。何か、愛、つまり、ラ、ああ、僕にないやつですね。うん、今、笑いましたね、そこのあなた。うん、後でゆっくりとお話しましょう。
さあ、そしてラストです。藤原の桃川ということで、公認天皇の時代です。そしてここからですね、まだ多少あるんですが、いわゆる藤原氏の時代全盛期となっていきます。さあ、というわけでなぜどうなったのかはここではレクチャーしません。ただこの政権交代の順番をしっかりと皆さんの、軸にしてもらえると、あとはここからいろいろな素敵なエピソードがあったりとか、びっくりというものがあります。ぜひこのあたりは皆さんでですね、どんどん一つの軸を太く、そして様々な種類つけていきましょう。さあ、それではですね、本日も杉山の日本史オンデマンドをご視聴いただき誠にありがとうございました。